全然、ね、あのベッド数が足りなくて ICU は満員、人工呼吸器は足りてない、呼吸ができない子が生まれてきたらその次の人工呼吸器が得られるまで一体何をすればいいんだろうっていう問題が。ニューヨークの病院に勤務する看護師が ANN の取材に応じ、新型コロナウイルスに感染した患者が病院で増え、ベッドや人工呼吸器が不足していると訴えました。この看護師は新生児を担当していますが、出産直後に何かあった時人工呼吸器が使えない恐れがあると危機感を示しています。